はい、役太郎ですようやく出ましたね小西優香、ね、19歳、えー、内田理子の共犯、ねまあ、ずっと「栄子」っていうふうになってましたが「特定少年」ということでもう名前が出ました、まあ、特定少年の説明は金井先生のチャンネルで聞いていただければ詳しくやっているのでもうあの要は未成年でも悪いことやったらもう名前出るよと。 いうことです。で、それで名前が出ました。まあそれまではまあ家庭家庭裁判所に送置されて、えー、逆走検察官逆走されるっていうことで時間がかかっておりましたが、まあ当然こうなるということで、もう名前も出てます。はい。で、顔も出てます。で、どうも最近のやつはあの写真消してるみたいなんで、高校だとか中学の卒業アルバムとかそういうのが出てるんですよね。で、あのー、まあ要は。 ここまで来てていずれ名前も出て顔も出るってことなんでいろいろこう、ね、報道も調べているわけですよ満を持してと起訴されたということでね8月2日に、ね、起訴されたのでもう名前も出ていると、えー、ただもう,あのもう珍しいというかここまですごいなっていうのはこの、えー、小西優香の人となりを えー、説明する同級生や知人のエピソード、エピソードが <laughs>、もう、無茶苦茶なんですよね。っていうか、もう、これだけは、あの、<laughs> バリ増群っていうか、もう、簡単に言った悪口がよく出てくるなと。ね。もう、一対一だと普通の子だが、団体でいると口が悪くて、人に流されやすく、自己中心、自分、自分中心な人とか、ね。友達のロッカーを蹴ったり、教科書を川に流したり、自転車のサトルを盗んだりとか、ね。 うん、小西被告を知る人って言ってどんどん出てくるね,ね、うん、単純に波長が合うのか似たようなタイプだったのかだから内田と一緒に飲み行ったりこういう事件になったりしたのかなとかもうあの写真がまあ,あの子供っぽい写真が写ってるのであの報道もえー 写真から想像できないほど問題行為があの続いていた小西被告みたいになっているんですがまあここまでこう何か言われるのもすごいなっていうふうに思うんだけどなんか普通なんか重大犯,犯罪だとなんかおとなしかったとか目立たなかったとかそうじゃなってこの場合はもう本当に反応したようにひどいともうでたらめもっとすごいことをあのがある。 あのー、報道もあったりするんですけどただただよくく考えてみてみださい、あのー、今自転車の盗サドルを盗んだりとか教科書を川に流したりこんなひどいと思うかもしれませんが知れませんが、あのー、この人無期休憩が来るかもしれないような犯罪になってるんですね。えー 可能性が高いっていうぐらい、えー、家庭裁判所からは、もう厳重にこの、厳しい処分でっていうふうに申し送りがされてるぐらい。で、お、おそらく、えー、そういう方向になっていく。三つの事件で起訴されていると。これはもう報道のところもあまりしてないんだけど、監禁、そして、えー、不同意わいせつ致死。そして殺人。 え、殺人が2回もあるの ?1 人しかなくなってないんだけど、そういう形になってるんですね。監禁というか行為は1つに分けて、歪説をして、行為をして死に至らしめたということと、殺人と。2つの殺人で起訴されている。ちょっと分かりにくいんですけどあの、それぐらい対応、事件の内容が悪いということです。 あまり聞いたことがないというよりも初めて聞きました、私はこれ。いわゆる未成年者の事件でですね、はい。単純の殺人じゃないんです。いたぶった上リンチした上歪わいせつ行為も含めた上で死に至らしめてるっていう凶悪なことなんです。ちょっとありえないような事件なんです。だから、その今回の逮捕、 起訴されたことと、このサドルを盗んだとか、川に流したと、レベルが違います。おおよそ、こういう場合の殺人事件、これぐらいのことをやると、それに似たような、それに類似するかのようなことは、たくさん出てくるのが本来です。えー、友人知人をリンチしたりとか、えー、 そういう逮捕があったりとか、周りの人に、えー、そのようなことをやっていたというのが、まだ出てきてないです。で、それが言われてないだけか,のかもしれませんが、これだけ時間が経って出てないというのは、他にないのかとじゃあ、一気に初めてやったこんな極悪事件でがめくれたのか。 いやいやいや、そうではないというふうに思えます。というのは、あまりにも今回の、えー、女子高生を死に至らしめたものに関しては、非常にずさん、ずさんなんです。計画性もデタラメだし、むちゃくちゃなんだけども、きちんと死に行くところまではレールが引けてるんですね。呼び出す、監禁する、えー リンチする、殴る、蹴るする、わいせつ行為する、結局で、で今度は50キロも60キロも離れたカムイコタン、カムイ大橋まで連れて行って、裸にして、えー、から行為、そういう行為をしている、バリゾン・ガンビセ、これが初めてなんだろうか、過去にもあったんじゃなかろうか。これ出てくる。 とは思うんですけどね同じようなことをしているなら、おそらくもうここでえ内田理子とこの小西優香、もう仲違いになります、足の引っ張り合いです。私はそんな風に言ってない、私がこうって、ね、射程みたいな感じでいたのは、もうここでおそらく離反するんだと思います。どうやら弁護人も国選弁護人みたいです、両方とも。 内田理子は間違いなく国選弁護人だっていうふうに聞いてます。ここからですね、弁護人が、弁護士がつくのか未,未成年の場合の弁護士っていうのは、えー、引き受け人みたいな形になってるんで、ここからつくんだと思います。多分、国選弁護人。誰なんだろうと。旭川には国選弁護人が、旭川市には60人しかいないので、誰なんだろうと。うねえ。 どういうふうに、戦術でどういうふうにしていくんだろうか。分離にして、まあ、ただ、重犯、要するに内田理子に言われて従ったというふうに持ってきたいと思いますが、まあ、警察、検察、そして、えー、火災もそうは見てない。うん。今 積極的に犯行を行っているというふうに見ているので、ほぼほぼ同じ。うん。なあ。変な話。無期休憩もあり得るぞというふうに私は思っています。判決が無期になるかはどうかわかりません。ね。なかなかこれ、少年犯罪で珍しい事件でございます。まあ、成人って言っても、 成人している内田理子と言っても二つしか違わないのか、うん。で、射程みたいな言い方して、まあ、内田理子のモンスターっプリは、もうあの、ね、性欲モンスターっプリは、まあ、この小西優香はそこまではその性的なことでは聞き漏れてくることはないですけど、それに追従して同じようなことをやっているので、うん、まあ、ここから、えー、本人たちが。 認否を明らかにしていないというふうに言っているんで、どうやら最初の段階では否認していたというよりも、えー、場所に株に大橋に連れて行って置いてきたって言ってるんですね。その後は知らないというふうに言っているので、うん。まあ、ここからどんどん嘘がめくれている、くると、うん。いうふうになるんではないかなと思っています。 あとは、お互いの供述が合うか合わないか、先にどちらかが認めてどちらのせいにするのか。まあ、内田理子にしてみたら、射程の小西優香が自分のことを指すい、いわゆる悪く言うわけはないと思ってるんでしょうけども、まあ、本人たちどう思ってるかわからないですけど、弁護士が来て、これまずいよと。ね。うん。どれぐらいいや、まあ、5、6年だって、そんなことだね。7、8年だって思ってるのは、もう、とんなの無理です。うん。 自分が今まで生きてきた人生と同等ぐらいの長さの最低でもいくと、うん、無期休憩の、えー、量刑30年とかありうるかな20年以下はないと思いますそれだけえー、上場面組むべき情はないというふうに思っておりますもうこれで起訴されたわけですから 余罪がなければ、交渉。という形になると思います。以上です。はい、皆さん、最近、チャンネル登録、高評価言ってなかったんですけど、やっぱり言わないと伸びないですね。本当に、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。そうそう、実は、漫画、極道楽園、ね、極道パラダイス、第3巻、電子で出ましたよ。皆さん、見てください。ね、URL 貼っときますんで。 あの、電子版なんです。ね。本屋さんに行かなくてもいいですよ。あの、タブレットや軽携帯で見れるって、すごくお手軽で、リーズナブルになっております。そして、超駅太郎。ね。あの、これは紙の本です。ね。裏社会から人生を守る教科書。ね。あの、こういうことこれを見てれば、あなたも殺人事件に巻き込まれない。殺人をしないで済むという、たとえ、本当にいい本です。<laughs> ちょっと無理があるか。ちょっと無理があるか。 ちょっと無理があるけども、皆さんよろしければお買い求めください。以上です。